キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ最終回です。そうです、12球団目やっと、やっときました。はい、はい、最終回といえば、最終回といえば、はい、一本グランプリです。はい、いやもうそうやめてよ、もう最終回先に言ってくださいよ。最終回といえば、はい、そろそろ何かあるんですか。はい、あります。はい、最終回の醍醐味といえば、はい、逆転サヨナラホームラン。でも何を求めてるんですか私に。何が正解なんですか。いや一本言ってくれんかったじゃん。そうですね、うん、ダメなん今の。もうちょっと欲しいですね。もうちょっと欲しい。いや私出てこないのね。大喜利苦手なんですよ。芸人じゃない、芸人さんじゃないんで。大丈夫、そういう仕事も増えるかもしれないじゃん。最終回といえばってなんかもう普通すぎません。なんか最終回にこれが起きたら面白いとかそういうんじゃなくてですか。じゃあ最終回にこれが起きたら面白い。いやもう全然考えてない、もうやだやだ。もうこれで時間伸ばそうとしないでください。そんなことない。佐藤さんの答え聞かせてください。そんなこと、はい、最終回にこれが起きたら面白い。何ですか。大喜利なんですけどどうですか。そうなの、はい、最終回にこれが起きたら面白い、はい、放送休止。面白くない。最終回いきなり放送休止になんで、もうああ中継がですか。もう放送が休止、終わっちゃうの。終わっちゃうんですか。最終回来週からありませんみたいな。はい、あ来週からありません。そうだよ、だからもう あ最終回最終回がない。野球の最終回じゃなくてドラマとかってことですか。うん、そうそう、もう最終回がもうない休止、エンディングなし。一番モヤモヤするやつですから。、うん、はい、ちょっと話いきましょう。さあ、はい、ということでソフトバンクですね、はいはい、ピッチャー、はい、まずこの選手、うん、古川優。古川投手、うん、古川投手もうあのなんなら今年移籍したばっかりソフトバンクに、うん、最初楽天だったんですよ、うん、楽天、ジャイアンツ行って、うん、で日本ハムか、うん、で今年ソフトバンクでも4球団行ってますよ。でソフトバンクの今2軍で防御率 1.38、 分け方してるじゃないですか、うん、でも、はい、であの1軍では8試合登板して防御率5点、うん、チャンスあったんだけどね、はい、っていうところで、うん、もうチャンスないんだったら、うん、トレード。あートレードまた、うん、だってまだ高が4球団だから、あと8球団。確かに確かにそうですね。だって使われるところに行った方がいいじゃん、うん、まだ27歳今年28歳、はい、うん、まだチャンスありますよ全然、はい、しかもあの右投げ右打ち、うん、ね、うん、で2軍では2軍のだって1軍で成績残せるのは2軍で 1.38、はい、1点台、うん、でしかもソフトバンクは1軍そんな飽きないからちょっとダメだったらすぐ落とされるんだよ、はい、そう我慢とかしてくれないから、うん、でそれが大竹がいい例じゃん、うん、そうですね、うん、結局は大竹だって去年、うんうん、1試合目は抑えたけど援護なくて勝ち星つかなかった、うん、2試合目でちょっとやらかしちゃった、うん、それでもチャンスなくなるわけだ、はい、我慢してくれないわけよ、うん、アスレチックスの藤浪、うん、何回やらかしてもチャンスを与え続けたら、うん、そのアスレチック弱いからね、うん、そしたらもう今めっちゃ抑えてるからね、はい、しかもチーム勝ち勝ちは5勝目やろ、うん、こう古川もそのタイプやろ、あーなるほど、チャンスが与えてくれたら結果残せると思うやん、うん、はい、長くね、うん、次もあるっていうところで言うと、うん、そしたらもうトレード出してあげた方がいいじゃん。確かに一番合うチームを探した方がいいですね。そう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 、どうせソフトバンクも合わなかったんだったら、はい、うん、もう次まだあるから、うん、ね、いいところを見つけて。そうですね、移れるうちは移って探した方がいいですね。そう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 、うん、だから俺は古川ももう一回行こう。そうですね、うん、もう一回出しますか。うん、全然いける、うん、そうですね、あと8球団ありますね、うん、いいところあるよ、うん、あるある、うん、おそれもう次の動画で来てるんですよね。うん、まあ撮るかどうか別だけど、ね、待って、こんだけ今までの動画13本目で全部言いますって言って、うん、どこの13話目じゃん、13話目、はい、だからさっき言ったじゃん、はい、最終回、うん、何が起きたら面白いか放送休止やっちって。いや佐藤さん面白くない。何が放送休止、面白くない、全然面白くない。しかもあの13話目がさ、はい、12話目のすぐ後に来るとは言ってないから。ああまあまあそうですね、うん、うん、あの2週間野球で、うん、延長しますあるよ、はい、来週野球で中止です、うん、来週野球で中止ですみたいなのが、はい、あるじゃん、はい、だから別に、うん、すぐ13放送するとは限らないからね。でも最初の方のトレードの動画で13話目が楽しみすぎるってコメントすごいありましたよ。だから 13話目があるのは事実だけど、はい、すぐやるとは言ってないから。あ、まあまあそうですね、いつ出るか、いつ出るかは来年とか言わないでください。今でしょ。あ、出してくれるんですね。わ、ね、はい、かる、それはもう俺の気分によります。、はい、さあということでね、はい、
俺は古川選手いいと思うんだよね。あとはね、うん、こちらです。はい、高橋礼。あもうちょっと1軍あんまチャンスないからね。5月13日オリックス戦投げてからね、はい、うんうん、まあここもちょっと失点が多かったっていうところで、うんうん、今2軍、はい、ね、でファームの成績は防御率 1.64、うん、14試合登板7先発、うん、ね、5勝1敗、はい、どうよ。でもいいですね、うん、なんで1軍で今いないんだろうっていうぐらいですね、うん、成績しかもちょっとね先発もちょっと苦しかったのにね、はい、まあ、だからまあそこチャンスもらって打たれたっていうところもあるけどね、うん、でもそしたら新規行って、はい、もう古川と高橋で出ちゃったら、はい、田中正義、うん、そして大竹なれるチャンスあるからね。そうですね、うん、どこで投げても1軍は1軍で野手、はい、こちらです、はい、じゃん、リチャード。あーめっちゃ打ってんじゃないですか今ん。ファーム、うん、あの打率は低いのよ、2割4分3厘、はい、でもホームラン13、打点41、だとホームランと打点2冠です、うん、2軍で、でも1軍来ると0割8分3厘、ホームラン0本、そうですね、だから僕、やることないね、はい、あの平沢と同じパターン、うん、2軍でも、だから、はい、そのリチャードの右の対抗系、うん、欲しいところ、あったら、うん、あるある。でもリチャードもちょっとチャンスないじゃん、サードに栗原が行って、うん、そうですね、ね、うん、っていうところでは、でファーストに中村晃いて、うん、デスパイネも取ってきた、うん、だから要はリチャードが打たないからデスパイネ取ってきたわけですよ、うん、リチャードが打ってたらデスパイネとか来てないわけよ、はい、ということはもうリチャードに対しての期待値が薄い、うん、でも2軍じゃめっちゃ打ってる、うん、じゃあもうワンチャン出しましょうかと、うん、リチャード欲しいとこいっぱいありますよ多分。それあるんちゃう、うん、ね、うん、だそういったところでは俺野手はリチャードかなっていうね、はい、まあ外国人がいっぱいいるから日本人あんまりいないのよ、試合代わり。あガルビス、アストリーヨ、うんうん、はい、でホーキンス、うん、デスパイネっているからね。でキャッチャーもね、うん、もうミネイカイがほとんどで、まあ、谷川原が一番上がってきたっていうところもあるけどもね、うん、もう久喜とか海野とか、うん、頑張んなきゃやばいよね。ちょっと出番が難しいです ね、うん、で渡辺陸がね、2軍で出てるっていうところもあるからね、うん、はい、まあ、ここら辺もキャッチャーもねチャンスあるんだったらトレードっていうところもあってもいいかなとは思うけどね、はい、でも野手はやっぱりもう一択だね、うん、リチャード、うん、で高橋で、で古川、はい、でも全員2軍では結果残してるからね、はい、だそういったところでは、うん、まあ、チャンスあると思うね。これいいトレードできそうな気がしますね。できそうやろ、うん、そういった意味ではね、はい、もしね、うん、いい形になれば最後ね、うん、優勝争いに向けてこう楽天3連敗してるから、はい、一気にっていうところではね、うん、非常に、まあ、選手たちもねそしたら躍動する可能性もあるしね、はい、うん、皆さん、うん、どう思いますか、はい、まあ、これでね、うん、12個、はい、終わりです。うん、各球団終わりました。疲れたねちょっとお疲れ気味ですね。うん、もう今から寝たい寝たい、うん、まあ、でも大型企画終わったね。はい、終わりました。うん、まだ次にね、はい、向けて大型企画考えてるんで、はい、新しいのまたやります。はい、はい、どうした。